どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は呪術廻戦の七海賢人とリゼロのオクトバーフェストのレム、こちらのフィギュアの方を撮っていきたいと思います。それではよろしく頼むぞ。はい、そしたらですね、呪術廻戦七海賢人のフィギュア、こちらの方やっていきたいと思います。まず手前ですね、右爪ですね、やっていきます。お、持ちもいいですね。そしたら次右爪寄りで、まあ、手前先のここら辺ですね、やっていきます。いい動きしたのでね、あー、ちょっとはかり悪かったかもわからんですね。そしたら手前両爪でちょっとやってみて上がるかどうかですね。これで引っかかってくれ。おしおし、 OK。そしたら奥を右爪でやろうかな。でちょっと横羽っぽくしていきたいかな。こうなってくると、これでちょっと、ま、手前持ってきてくれたら、よし、よしよしよし、これでいいですね。そしたら右爪を手前でやろうかな。よし、いいとこ入ったで、これでちょっとでも上げてくれ。あー、ちょっとわかんだな。そしたら次どうしようかな。次奥右爪でやろうかな。ここに入ってちょっとでもこっちに持ってこい。よし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 、よし、いいね、いいね。そしたらまあ奥両爪で上げていきますか。で手前に上げてそのまま落ちてくれやんから、よしよしよし、オッケー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 。理想的な形で取れましたね。そしたらですね、呪術廻戦七海賢人、こちらのフィギュアゲットです。はい、そしたらね、次リゼロのオクトバーフェストのレム、こちらの方やっていきたいと思います。そしたら奥右爪ですね、先やってきます。お、1手目からええ形で動きますね。そしたら手前左寄りで両爪ですね、行こうかな。これでちょっとどうなるか。これでちょっと上に上げてほしいな。ああ、いいですね、全然いけそうやな。そしたら次同じとこですね、もう一回。上げろ、これで上げろ。ああ、そうしたらまあ中央ですね、やっていきましょうかね。真ん中だから、これでちょっとはまってほしいな、斜めに。動きが落ち、オッケーオッケーオッケー。そうしたら右爪をグレー縦はめの形でちょっとやっていきますね。ちょっと変なとこ入ったかな。もしかしたら、あ、マジか、マジか、やってしまったな。そしたら奥上げてみようか。奥上げてみてちょっと語ってほしい。うん、いい形なのか。あ、そしたらまあ次真ん中の方してみようかな。これでもっちさっきよかったんで、け、あー、あかんな。そしたら手前ここで上げてくれ。あー、ちょっとまだかかりが全然ね、浅いんでね。そしたらもう一回一緒のところですね、手前上げてみます。難しいな、ちょっと待ってよ。そしたら次ちょっと右側が高くなっとるんで押します、こっちを。うわー、ちょっと失敗だな、これ奥行きがちょっとダメじゃね。そしたらまた同じところでやってやってみますね。あー、ちょっとやっぱり加工制限かかるかな、これで沈まりませんね。そしたらまた手前上げてみようかな、今度は。これでちょっと待って、あー、でも沈みかかっとるで、
あとはちょっと同じところをやっていきたいと思いますね。これもうちょっと沈んでほしいんですけど、まあ若干でも沈みかかっとるんで、そしたらもう一回同じところをですね、いきます。変わりないんですね、まだ。そうしたら奥右押していこうかな。ちょっと下がってきたね。やっぱりちょっとパワーが弱いですね。ユーフォラインってこんなに分かったっけ、特徴を覚えてないんですけど。そうしたら手前上げてみますね。手前上げてみてどうなるか。ちょっと下がったかな。そしてまだ同じところですね、やっていきますね。変わらんか。そしたら次奥ですね、やっていきますね。あーちょっと行き過ぎたな。よいしょ。そしたらまあ次奥上げる感じでいきますね。これでちょっとでも下がってほしいんですけど。お、下がったんじゃね、下がったんじゃね。そしたら手前上げてみて、ちょっと係をなくせ。あ、ちょっと待てよ、入ったか。一応入ったけど、あー両手に入らなきゃあかんのかな。そうしたらもう一回一緒のところですね。いや、ちょっと失敗した。いや、最悪やなこれ。そしたら同じとこもう一回、今度失敗すんなよ。いや、じゃあもうちょっと待って、ちょっと奥すぎたかな。あー、そしたら奥上げていこうかな。奥、ちょっと待ってよ。失敗しすぎやろ。そしたら次奥側上げていきますね。奥側でどう感じになるかですね。ちょっと、もうそろそろいっちゃう。結構下がったな。いや、バーのとこに引っかかったんでグッといったっつけど、同じとこでもう一回行ってくれんから。あー、ちょっと手前すぎたっすかね。そしたらまた同じところで行きますかね。これでちょっと下がってくれ。おお、いいです、いいです。かなり下がったな。そしたら奥側ですね、ちょっと右側の方ですね、ちょっと上げてみましょうかね。引っかかれ。あー、ちょっと失敗した。そしたら手前上げようかな。手前上げたらちょっと行け、もうこれで行ってくれ。あー、もう下がっとるんでね、もうそろそろ行ってほしいけども。そしたら手間上げて、これでうまいこといってほしいんですけど、これ最後よしよしよっしゃー、オッケーオッケー、よかったよかった。かなり沼りましたね。そしたらリゼロのオクトバーフェストのレビュー、こちらの方ゲットです。そしたらですね、今回は呪術廻戦のナナミンとリゼロのオクトバーフェストのレム、こちらの方をゲットしましたので、うちに帰って開封していきたいと思います。それではやっていきます。はい、それではね、うちに帰ってきたので、こちらのリゼロのレム、そして呪術廻戦のナナミケント、こちらの方を開封していきたいと思います。はい、腕の方を開けていきました。いいですね。普通にあのカバーかかって保護されておる感じですね、両方。いい形で入っておりますので、こちらの方出していきたいと思います。そしたら、出していきました。こういう形でね、入っておりましたので、こちらの方をね、出していきたいと思います。で、組み立てていきまーす。はい、組み立てていきました。レム普通に可愛いですね。そしたら本日の動画これで終了したいと思います。少しでもよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。